ことにないものってないやろと思って。はいはい。古着屋さんめっちゃあるけど、T シャツに特化してる店ってある？まだ一部しかできてないですけど、こんな感じです。まあもう本当に、ここ全部ヴィンテージ T シャツ。ヘイマイプロ、爆裂の館完成記念動画よいしょよいしょ館な。館です。なんかもうヨーロッパ行ったら、ちょっと顔シュッとしてた。ちょっとやっぱりエイジアンクールボーイとしてちょっと行ったんで、かっこええな。ありがとうございます。何それ。まあということで皆さんお待たせしました。ちょっと今日は語らせてくれという動画になってます。TikTok って何年経った初めて。まあ2年くらいですかね。そんな経つんやな。そんなぐらいです。でそうこうしてるうちにだって淳ももう学生終わりやしな。実ははい、もう社会人になります。でまあ、新春ということで、はい、3年ぐらい前から初めて、あの時は店舗もあって、まあ、なんか商品紹介とかをメインでやってたと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりコロナの影響であったりとか、まあ、そんなのもあって、まあ、店舗を畳んでみたりとか、まあ、いろいろありましたけど、うん、はい、去年ぐらいからか地方でイベントをしたりとか、そんなもいろいろやらしてもらってる中、ボスもう店舗やらんのかという話を結構いただいてて、実際、はいはい、でもやっぱり一回やめちゃうと、でも買ったるいというか、もうイベントの楽しさもあるもん、やっぱり地方の人とこう触れ合ったりとかっていうのもあって、やってなかった部分もあるんですけど、なんで TikTok とか YouTube を始めたかっていうきっかけ、まあ、もちろん有名になるっていうのもありましたけど、やっぱり京都からストリートを配信っていうところのコンセプトはあったわけやん。はいはい、3年前って実際スニーカーショップにアトモスとビリーズしかないぐらいやったよ。いや本当になかったですね。でまあスニーカー売っていこうよってやってたら、まあ、なんかコロナでなんかアポイント制にせなあかんとかだるいことになって、どんどんやりたいことができず、はい、でももういっかみたいな感じになってきたところ、まあ今は予約落ち着いてね、はい、でまあそうこうしてるうちに、まあ、京都にキャリー兄さんができたりとか、ナイキができたりとか、やっぱり京都もどんどんこう、いい街になってきたんですよね。はい、そうですね。ってなった時に、まあ、今回改めて思ったのは、京都にないものってないやろと思って。はいはいはい。古着屋さんめっちゃあるけど、T シャツに特化してるお店ってないやん。あー、ヴィンテージティーとかって。そう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 。なんか T シャツとかそっちに特化した、爆裂の隠れ家的な、もうほんまに毎日開けるとかじゃなくて、はいはい、ノリで開けちゃうみたいな感じの店を作りたくて、ずっと店舗も探してたんですよ、ずっと。はい、なんか見てたよ、物件なんかないかとか。見れましたね。でも、ちょっと高いんですよ、ほんまに。で、いい場所もないし、うまいこといかへんことが多い街なんで。でも、満を持して、うちの倉庫をもう、うち店舗にしちゃおうじゃないかみたいな、たまり場みたいな。なるほど。っていうのを、まあ、ここ何ヶ月間か動いてて、やっと完成したっていう話です。あら、どうすか、セダ。いやもうめちゃくちゃいい仕上がりになってますよ。まあ今現段階では正直7割ぐらいか、完成度で言ったら、まあ、スニーカーがまだ全然ラッピングも終わってないし揃ってないところもあるんで、まあ、7割ぐらいなんですけど、こっからねこうちゃんとインスタとかそういうので告知しながら今日空いてますみたいな感じでやっていけたらなとは思ってます。では場所なんですけど、二条っていう場所になるんですよ。まあ、近くに二条駅っていうね、世界遺産の道路があったりとか。それ駅が世界遺産。駅じゃないですよ。近くに二条城っていうね、うん、お城が、うん、それが世界遺産なんですけど、うん、まあ、そこに近いですからね、うん、いいとこやんな。いいとこっすね。でもアパレルショップ一個もないっす、実際。見たことないっすね。マダムの服しか売ってないな。近くにあんのって俺がよう行ってるパチンコ屋と、はいはい、あとラーメン屋さんとか、あと何やったっけ、すごい並ぶかき氷屋、かき氷屋さんもあるし、はいはいはい、あとなんか最近近くに結構有名なチーズケーキ屋さんもできたらしく。ああ、ありますね。だから、まあ、多分週末開けることがメインになると思うんですけど、まあ、奥さんとか彼女はそっち行っといてもらって、僕たちタバコでも吸いながらなんかこう交流できる場所を作りたかったっていうのもあったんで。なるほど。やっぱりイベント俺一人で行くこと多いやん、はい、やっぱりセーターのアーティストもやっぱりお客さんとか視聴者と触れ合ってほしいっていうところもあったんで、まあ、ちょっと俺パチンコ行ってくるし、ちょっとお金やっといてみたいな感じも多分あるやろし。あるんですか。パチンコ。分からんけどな。はいはい。だって俺もら別に他もやってることがあるから、女性だけやっといてみたいな感じでもあるかもしれへんし、はい、でそういう交流の場所になれたらなっていうので作らせてもらいました。なるほど。でまあ未完成ですけど、ちょっと中身紹介していきます。お店のちょっと見しちゃいますか。うん、行きましょう。
はい、ということで、まあ、まだ一部しかできてないですけど、こんな感じです。ちょっと外大雨なんで、シャッターを押してるんですけど、まあもう本当に、ここ全部ヴィンテージ T シャツっていう感じですね。まあ僕の私物も若干混じってるんですけど、まあ多分京都でいろいろ店舗行かしてもらってるんですけど、ここまでヴィンテージ T シャツに特化してるところはないと思う。例えばこんなんとかね、サイズ違いハンドサインとかあったりするし、最近はめちゃくちゃローリングストーンズに力入れてるんで、こんなのスペシャルな感じのところで言うと、ニルバーナのスリバーとか、あとスヌーク、こんなんも一応置いてます。まあこれ一部しか出してないんで、オープンするときにはもっとパシッと、もっとみんなが好きなやつとかも用意していこうかなと思ってます。で、まああとそのお店をやりたかった一番のコンセプトの部分で言うと、オリジナルに力を入れていきたくて、今年はっていうところで、この辺とかこの辺が今回うちで作ってるオリジナルになるんですけど、まあ、ヴィンテージ T シャツ好きな方やったら分かってくれるかなっていうふうに思うんですけど、まずボディはあのオニータを採用させてもらってて、であえてヴィンテージ T シャツと同じようにタグを付け替えずに、このままオニータのボディを採用させてもらってます。もちろん袖も裾もシングルステッチで、今回はこのニケっていうナイキのロゴのモチーフになってるこのニケをあのプリントして作ってみたりとか、まあ、あとは、まあ、僕がやってるブランドインディアンソウルっていうんですけど、リバースリーブとかあの辺の当時の感じを再現して染み込みプリントをね、グミニンディアンで作ってみたり、まあ、今季一番人気なのがやっぱりこのインディアンソウルのこのロゴのやつ、知ってる人であれば何かサンプリング元が分かると思うんですけど、まあこれ各県限定でイベントで販売してたりとか、まあ、次のスニーカーも福岡も出すんですけど、その時にもこの別のカラーで出したりとかっていう感じで、まあ、こういうこだわってるところをやっぱ手に取って見てほしいっていうのもあって、今回はお店をやろうかなっていう感じですね。で、まああとはちょっと変わったラインで言うと、当時のヴィンテージのブランクのボディにさっきのプリントをしてみたりとか、これはフルーツのボディなんですけど、まあ、こういうのってやっぱり手に取って見てもらいたいんで、当時のものに今の技術でプリントをして、まあ、こういう感じで販売したりとか、まあ、あとはこの 90s のナイキのスウェットのボディにうちの刺繍を入れて、こういう中に染み込みプリントで作ってみたりとか、まあ、こういうのはやっぱりヴィンテージになるんで手に取って見てもらいたいっていうのをコンセプトに、あの今回はこういう感じのを作らせてもらいました。ということで、今回は T シャツメインで映させてもらったんですけど、まあ、あのスニーカーのラッピングとか、まあ、その辺がまだ追いついてないっていう形なんで、まあ、現状4月ぐらいをメドにしたいよね。そうですね、うん、どう生徒で、いやマジでいいっす、うん、語彙力がありますけど、あのマジでいいですね。僕らがずっとこのガレージで、まあ、撮影したりとか、うん、ずっとしてたところが、うん、アパレルのお店になるなんて思ってもなかったし、うん、こんな感じで生まれ変わるんだっていうのはすごいあるんで、うん、皆さんも ぜひ来ていただいて手に取って見ていただきたいなっていうのはありますね。まあ、なんで、まあ、その一応お店っていう定義はするんやけど、うん、そのお店したくなくて、はい、だからもう毎日開けへんし、はい、もうあの不定期でやりたい感じのがあって、なんかその、うん、やっぱりお店として構えたらさ、やっぱり売り上げも気にせなあかんし、ちょっとグッと踏み込んだ感じの接客とかもせなあかんくなるやん、うん、人件費とかも上がったりするし、うん、っていうよりかは、まあ、ヴィンテージって言ったら出会いで、なおかつその来たりとかしてもらって、まあ、通販でももちろん売れてはいるんやけど、手に取ってもらってここはこうでっていうのを納得してもらって買いたいところあるやん、うん、っていう感じもあるし、例えばパチンコ屋行ってて、パチンコ買ったし、はい、今日ボスの店やってるし、近くやし、歩いて5分ぐらいやからな。そうですね。で、まあそこ近くのうまいラーメン屋とかもあるし、うん、その感じで、なんかサクッとこう、ふらっと寄って、別にタバコも吸えるし、たまり場みたいな感じにしたいんだって、うん、俺たちも、その、何やかんや京都からストリートとかって言ってても、まあもちろんつながりとかもあるんですけど、身近な付き合いってやっぱりできひんところあるやん。あの京都で木のセーターと見ましたとかボス見ましたっていう話があっても、やっぱりそこから深い話とかできず、声かけてくださいようで終わってしまうところは、やっぱりこういう風な環境があったら
さ、うん、なんかこうコミュニケーションも取れるし、うん、今回はヴィンテージ T シャツとかをメインで置いてるけど、例えばこんなん置いてほしいとかも絶対出てくると思うよな、コミュニケーションで、はい、まあ車ハウスとかも多分やっていくし、円安が落ち着いたらね、だからそういうような感じで、何のお店っていうよりかは都度俺たちのやりたいものによってこう何か変わっていくお店にしていけたらいいかなっていうふうには思ってて、うん、最高じゃないですか。でだから僕もね、日曜日ここで行ったら動画編集したりとか、うん、もしかしたらね、爆裂インディアンズのメンバーでここで TikTok の撮影してたりとかもするん で、うん、で実際にもしね来てもらったら一緒に動画撮りましょうみたいな話になるかもしれないし、うん、そういうようなアットホームな感じでね、僕たちもやりたいなと思ってるんで、やっぱり俺もこう地方でいろいろイベントさせてもらったりいろんな食感にできた時にやっぱり楽しそうなんよな。やっぱり都会になってくるとさ、うん、こうお客さんと店員さんみたいな、はいはいはい、こう一個壁あるみたいな、地方とかでやること多いんやけど、やった時にもう近いんよ、ね、あの誰と誰が付き合ってるとかさ近いな、それはなんかなんていうの、はいはい、そんぐらいもうみんなで飯行こうよとか、はいはい、そういうのの方がいいやん。だからもうそういう感じでなんかもっとこう楽しい なんか一個のほんまに好きやつってる時たまり場にしていきたいなっていう感じですね。まあスニーカーもやるけど、もうスニーカーなんてキャリー兄さんとかあれそっちで買ってくれていいし、実際そこと競うつもりもないから、うん、安く手に入ったからとりあえず置いてほしい、欲しい人いたらとかいう感じでやっていきたいね。あと買い取りも後々やるから、まあなんで俺の気分で仕入れたりしてるものが多いから、うん、在庫がなかったらちょっとしばらく店ってあるしやめておくかとなるかもしれんし、ね、それももう乗り急によし今日やるかってなるかもしれんし、うん、もう今日人全然来ひんし、ね、飲みながらやっちゃうみたいな、うん、お客さんのとこ乾杯しながらでもええし、こういうなんかほんまに楽しい感じにしたいよね。会えるっていうか、ここに来たらいつでもいるから来てみたいな感じですからね。そう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 、まあ、京都いるときはなるべく開けるようにするんで、まあ、そういう感じで楽しんでもらえたらなというのもありますね。まあ、今年はオリジナルかなり力入れていってるんで、はい、全てシングルステッチで、そのこだわりすごいです。でもなんかやっぱり俺の欲しいものを作るってなった時にいろいろ考えた結果ここまでたどり着いたっていうか、1年以上かかったし、うん、ボディもそうやし、まずその業者でもさ、自分のとこで買ってくれたらプリントしてくれるっていうのはあるけど、うん、よそのやったらやってくれへんとか、うん、ましてやそのさっきちらっと紹介したヴィンテージのボディにプリントしてもらうパターンとかのやつに関してはマジで嫌がられるから、うん、嫌やん。失敗したらもう高いってもいろいろ知ってるやろし、まあ、そういうのももう本当に探しながら頑張ってやってるんで、ネットでも売れることは売れるとは思うんですけど、手に取ってもらいたいっていうのはあるんで、うん、個体差もあるし ね、 そうですね。あるやん、あのヴィンテージ T シャツ買ったらめっちゃ綺麗って言ったのにピンホールありましたとか、もうあるあるやん、これやこれが着てるやつとか言ってたよ、ずっと。で、あのヴィンテージ T とかやっぱネットで今買う人多いと思うんですよ、うん、じゃなくてやっぱね、店で買ってほしいというか、うん、しっかり自分で見て買った方がね、失敗しないですし、うん、で、まあボスと会ったらヴィンテージの話もできると思うんで、そこはそれで面白いかなと思いますね。俺 の、 あの趣味思考に偏りまくった感じのお店になると思うので、例えば売れる T シャツばっかり置くとかじゃなくて、うん、俺がこれがええと思って買ってるからっていうのばっかりになるから、うん、合わへん人は合わへんと思うし、うん、そんな感じでええかなと思ってます。で尖ります、はい、で尖ってます、もうすでに尖ってますからねまあ、っていう感じで、まあ、さっきも言いましたけど、場所は2畳、後でインスタとかでちゃんと住所を出すようにするんで、はい、不定期です、ほんまに。それがいいっすね、うん、僕らも気軽にというか、だからもう開けてくださいって言われたら別にその時暇やったら何時でも開けるかもしれん、はいはい、やべ今月金ねえなとかなってて、もし今週ちょっとこれ買いに行きたいねってやったら、お喜んでってなるかもしれん金ない時急にゴリゴリの営業だまあそんなセット思うやん例えばさ、そこのパチンコ行っててもう30万ぐらい買ってもう金使いたいってなった時にボスのやってんのかなって DM してくれたら、うん、あ今いいよ開けるよみたいな感じするかもしれん、はいはい、そのぐらいのノリいいっすね、それぐらいがいいっすわ、うん、でまあ普通にあと言っとくとしたら、あの住宅街なんで普通にね、はい、あの周り学校とかもあるし、あのタバコのポイ捨てあのすぐどつくマジでパーキングが近くにいっぱいあるから、そこら辺に車で来る方は止めてもらって、チャリやったら別に前止めてもいいんで、まあその辺のなんていうの、まあ、マナーと節度、 それができなかったら多分もうすぐやめる。別にタトゥーゴリゴリ入ってれば何してれば全然いいですけど、あのモラルない人無理
っていう感じでやっていきたいなと思います、はい、まあなんでこんなん欲しいとかこんなん入れて欲しいっていうのはまあ都度なんか言ってくれたらやっていこうかなと思ってるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。皆さんお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。ヘイマイブロー。